では、始めたいと思います。ですね、最初英語でやろうと思ったんですが、ちょっと、ひよってですね、日本語でやります。まず私ですけど、翔平126っていう、ツイッターアカウントでやってます。あとブログとかも時々書いてます。モルガン・スタンレーという会社にですね、8年在籍して、今年の3月にですね、スタートアップっていうんですかね、ベンチャーに CTO としてジョインしました。で、このアクティっていう会社なんですけど、トラベリーとかですね、旅系のサービスをやっています。で、補足的にはちょっと私の妻がですね、日吉本町でカフェをやっているので、もしよろしければですね、コーヒーとかスイーツとか食べに来てくださいと。で、今回ですね、話すことはですね、実際こう、私がベンチャーにジョインしてこの6ヶ月ぐらいですか、で思ったことをですね、かなり個人的な視点で話そうと思っています。で、そもそも、スタートアップって何っていうことなんですけど、スタートアップって、いわゆるベンチャーで、何をするのかと、いろいろ社長がですね、世界を良くするとか言ってですね、起用しますが、実際、彼らは何を目標にしているのかっていうと、これ異論があると思うんですけど、エグジットですね、上場とかですね、バイアウト、会社の売却をするためにですね、会社を起こしているのが、多いかなという印象です。で、やることはですね、物とかサービスを作ってですね、お金をこう投資家からもらって、企業価値を最大化していくとってことをやって、いきます。で、その、ベンチャーキャピタルとかですね、お金を出すインベスターの人たちに、お金をもらうときにですね、なんかいろいろステージがあってですね、シードとか言われるこうまだこうコンセプト段階のところでお金をもらって、ユーザーを獲得していって、アーリーとかですね、シリーズ ABC とかっていって、最終的には上場ないしは、バイアウトですかを狙うとっていうのが目標になっています。で、ここで一つこうアドバイス的になんですけど、エンジニアもある程度ですね、ファイナンスないしはですね、株とかの知識があった方がいいのかなと思っています。これはなぜかというというその理由はですね、例えばですね、会社が200億円で売却できたって時にですね、 1% の株があれば、大体2億円、それって生涯年収ぐらいになるのかなという感じなので、株がないとですね、スタートアップはやる意味がないみたいな、そういったことがあるので、ある程度こう知識を持ってですね、特に創業メンバーあたりでジョインするときはですね、株何パーセントくれるのと、そういったことを、強気にですね、エンジニアもですね、CEO に話すようにいくとっていうのがすごく大事かなと思います。で、全然どうやったか分かんないよっていうのは、いろいろこうインキュベーターっていう人たちがいてですね、いろいろアドバイスないしは初期投資ですか、シードのステージの500万ぐらいのですね、投資とかをしてくれると。これは反面ですね、結構株を持ってかれるので、実力のある人はですね、自分で、自己資金で貯めていってユーザーを獲得したときにですね、アーリーステージの、ベンチャーキャピタルに持っていけばですね、株を失わずにですね、お金を、もらえると、投資していただける可能性が増えるのかなと思ってます。で、実際私たちはですね、どこで働いてるかっていうと、シェアオフィスで働いています。なんですか、これ、見えるか分かんないですけど、工場というですね、渋谷にあるシェアオフィスで働いてます。結構おしゃれなところで働いてます。で、これ結構ですね、いい決定事項だったかなっていう感じですね。なぜかというと、まず、一点がですね、なんですかね、何も知らないままこう、起業してですね、入った時に右も左も分からないとっていう状態になるんですけど、シェアオフィスの人たちっていうのはですね、意外ともう 1,2 年とか、長く経営している方々が多いので、その方をですね、ランチとかで捕まえてですね、いろいろ話を聞くとかですね、ざっくばらんに、自分から絡みに行けばですね、業界のことを知れるしと、いいことが、そういった意味ではすごくいい場所ですね。で、あとはもう一点が、リソースをちょっとというかですかね、採用とかのとこなんですけど、今こうデザイナーさんがいなくてですね、シェアオフィス経由でですね、
まあ、見つけたっていうんですかね、手伝ってくれる方を見つけました。であとなんか下の方にいる人たちはこうインターンの方々で、彼らもですね手伝ってくれています。で、まあ、あと1個なんかパーティーとか言って書いちゃいましたけど、月に1回ぐらいですね、まあ、これもシェアオフィスによると思うんですけど、なんかパーティーとかやってくれたりします。でそこでですね、もっとこうお酒とともにですねカジュアルにいろんな人の意見を聞けると。で、まあ、これ餃子パーティーですかね、そうですね、話が聞けるのと、なんかすごい、一生懸命働いてですね、働くので結構ストレスの発散にもなるのかなという感じです。で、まあ、誰がこのスタートアップっていうんですかね、こういったところには必要かっていうと、まあ、これすごく個人的見解なんですけど、3つ役割は絶対必要かなと、特に IT の会社だとそうだったなと思っています。まあ、ファイナンスっていうのはまあ先ほど申し上げた通りですね、やっぱり会社として走らせるためには必要で、で、あとまあテクノロジー、まあ、これは我々がこう活躍できる場なので、まあ特に IT サービスみたいなのをやる人はですね、どんどん絡んでいける場所かなと思います。で、あとデザインですよね、まあ、デザイナーさんやっぱ必須ですよね。やっぱ自分がこうデザインセンスあるとか言ってるのですね、できたらこうちょっとしょぼいみたいな、よくあると思うんで、まあ、デザイナーさんを絶対こう獲得していかないといけないと。まあ、逆に言えばこの3個がですね、ある程度分かれば1人でもやっていけるのかなっていう感じですね。で、まあ、なるべくですね、他の役割みたいなのはですね、アウトソースしていく。例えば、まあ、会計的なアカウンティング的なものはですね、どんどんこう外部に委託して、しかもこれも結構安くなってるんですよね、月に3万でですね、まあ、税務とか見てくれると。なので委託しましょうっていう話ですね。で、そうですね、これって誰とやるのがすごく大事なんですよね。最初スタートアップっていうのはすごく数人で始めたりするので、まあ、その人のポテンシャルっていうのは非常に大事で、かつですね、まあ、その人の人柄、結構こう会社のですね企業文化みたいなのもつながるので、最初のどうやるのかっていうのはですね、まあ、選んだ方がいいのかなと。まあ、そんなこと言ってられない可能性もありますけど、まあ、選べたら選んだ方がいいのかなと思いますね。でこうちょっとワンピース的なこう出しましたけど、そうですね、まあ、一人一人をこう少しずつ仲間に加えていくっていうような意味でですね、人を採用していくべきかなと思います。で、ここからですね、ちょっとテクノロジー的な話をしようかなと思って、どうやって実際作ってますかっていうところを話したいと思います。で、何がいいってですね、やっぱり自分のこう好きな、テクノロジーを使ってですね、まあ、プロダクトを作れる、まあ、その辺も話し合って作れるっていうのがすごく、いいところかなと思います。でしかもフロムスクラッチっていうんですかね、初めから作ると。で、まあ、好きなテクノロジーといえばやっぱパールですよね。このパール、まあ、まあ、前の仕事でもですねずっとパールを書いていたんで、まあ、その流れで、まあ、ちょっと学んでる時間はないみたいな感じなんで、パールを使って、バックエンドを書いてます。モジョーリシャス使ってます。で、まあ、この裏のトークがモジョーリシャスなんですかね、私も聞きたかったんですが、そうですね、まあ、あとはですね結構普通ですね、テングとかで、データベースアクセスしたりとかキャッシュとかに使ってたりと。で、まあ、このうちのモジョーリシャスが違うのはただ本当に API を返すだけみたいな仕様になってます。で、C パンファイルをちょっとカットアンドペーストしてみました。まあ、すごく普通だと思います。本当に普通ですよね。まあ、いい意味で枯れていると。なんで、安定しているっていう側面もあると思いますけど、そうバックエンド的にはまあ非常にいいのかなと思っています。で、まあ、ツリーでまあファイルとかも上げてみますけども、これも本当に普通ですよね。モジョリシャスで組めばだいたいこんな感じになるのかなと思います。で、なんですかね、これルーターっていうんですかね、まあ、これを見てもらうと分かるんですけど、本当に API だけですかね。あとオーサライゼーション、オーセンティケーション的なところをやっているぐらいのものになっています。で、ビューは、使ってません。でどうするかっていうとですね、AngularJS でフロントを書いてます。AngularJS も結構有名ですよね。
で、まあ、すごくいいんですよね。なんか日本って結構バックボーンにこう押されてる感はあると思うんですけど、まあ、いろいろだんだん使ってきてる人も多くなってきていて、ですかね、アメリカとかインドとか結構使われてるようなイメージです。まあ、何がいいかっていうとですね、やっぱりググってその答えがすぐ出てくるっていうところは非常に重要で、まあ、時間もこうコンサルしている時間、してるこうお金もないんで、スタックオーバーフローでですね、まあ、大体こう感覚的に 90% ぐらい一発でこう自分のわからないところは出てくるっていう感じですね。で、あとは、ngmodules.org っていうこういったあのサイトもあってですね、C パンほどこう、洗練されてないんですが、モジュールをですね、再利用する、まあ、AngularJS のモジュールを再利用するような、ところもあります。まあ、例えばこう、ファイルアップローダーみたいのをもう入れたいみたいになったときに、これでこうバウアーインストールみたいなことをすればですね、パッと入ると。で、ダメだったらこうアンインストールすればいいと。まあ、すごくこう、index.html いじってこうライブラリ追加とかしなくていいんで、非常に楽ですね。で、ヨーマンっていうこうやつを使ってたりとか。で、まあ、自分だけ言ってるんですけど、こう、モジャングマンとか言って、ブログも書きましたけど、全くこう反応がなくてですね。全然ダメダメだったんですが、まあ、何をしてるかっていうと、まあ、モジュリシャス使ったことある人は分かると思うんですけど、スラッシュパブリック以下にですね、AngularJS の、 コンパイルされたっていうんですかね、ミニファイとかですね、まあ、されたものを置くと。そうするとですね、AngularJS を書きつつですね、API サイドも書けると。まあ、かなりいいと思ってるんですけどね、まあ、Google と多分僕しか書いてないと思うんで、出てくると思います。で、もともと僕インフラのエンジニアだったんで、まあ、この辺の何ですかインフラの設定すごく好きなんですよね。なんで本当はもっとやりたいんですけど、まあ、何ですかね、スタートアップお金がないんで AWS 使いたいけどお金がないからデジタルオーシャンでやりましょうみたいな。すごく安くてですね、いいですね。本当に、何個かインスタンスを上げても200ドルとか月ですかなるんで非常に有益だと思います。で、まあ、どうやってですねその設定ファイルっていうんですかねインフラストラクチャーアズコードをするかっていうと、まあ、アンシブルを使ってるわけですが、シェフとかですねパペットとか、まあ、シェフかなり日本で優勢な気がするんですよね。やっぱりこう Ruby が強いんで、でもこうちょっと Ruby 臭がするっていうかですね、ちょっとまあうーんってこうなってしまうところもあるんで、まあ Ansible を使いました。でこれ実際 Python で書かれてるんですけど、全くこう Python を意識することなくですね使えるんですね。なんですごくいいかなと思っています。で、まあ、だいたい設定っていうのをこう YAML でバシバシ書いていってですね、いけると。で結構綺麗にこうなんですかね、ロールの中でこう何が必要かとかっていうのをやっていくと、非常に簡単にですねこうコード化っていうんですかねできると。で、まあ、具体的にちょっとだけこうコマンドみたいなのを書いてみたんですけど、まあ、設定を書いておけばですね、ワンコマンドでですね同性保湿をですね、まあ、全インスタンスに対して書き換えるとかですね、まあ、セキュリティグループですよね、まあ、IP テーブルをこう書き換えるとか、まあ、Nginx っていうんですかリバースプロキシーですね、ロードバランスもこうバスッといけるとか、あと、アプリケーションも、ワンコマンドで、インストールできると。で非常に、有意義な、ツールな、気がします。で実際ですね、まあ、私のこう IT のワークロード的にはですね、まあ、なんだかんだでこう JavaScript 70% ぐらい書いてるかなっていう雰囲気でですね、うーんっていうちょっと悩みどころですね。もっとパールとかですね、インフラサイドをまあ探して、やりたいんですけど、ちょっと、JavaScript が多いかなっていう感じですね。ちなみにこう、JavaScript っていうんですか、こういった開発以外にもですね、まあ、経営会議っていうんですかね、あとマーケティングのところとか、そういったものにもこう参加しているので、意外とこう、うん、開発ないしはこうセットアップする時間がないのかなっていうイメージです。で、またちょっとスタートアップの話に戻るんですけど、いつ、このスタートアップやればいいんですかねみたいな話で、まあ、
なんか今でしょうとか言いたいんですけど、なんかまだですね、こうエコシステムっていうんですかね、ベンチャーキャピタルが投資する額も少ないですし、まあ、特にアメリカの西海岸と比較するとですね、まあ、10分の1、100分の1みたいな金額なので、まあ、その辺はまだかなと思うんですが、少しずつですね、まあ、シェアオフィスみたいな環境、ないしはこう結構、優秀な人材がですねシェアオフィスにいたりするので、まあ、これから、こういった業界っていうんですかね伸びてくるのかなと、まあ、あと社会的地位ですよね、いわゆるやっぱ大企業に勤めてとかい こう古臭いこう考えのあるとですね、まあ、なかなか、飛び込むのは難しい業界なのかもしれませんね。で、もうかなり架け橋でやってしまってるんですが、まあ、なぜこう、スタートアップなのかといったところをこのちょっとスピリチュアルな話をしますが、まあ、私の場合ですね、いわゆるこうリスクを考え直したわけですよね。まあ、モルガン・スタンレーって大きな会社で、いわゆる一つのことについてずっとやっていくと、まあ、それで、もしこう会社が潰れたとかですね、まあ、リーマンみたいに、潰れたりとかした時にですね、実際その後、何をするんだろう、まあ、そのリスクがありますよね。実際使えないこう技術ばっかりこう残っていてですね、まあ、それをどうするんだっていう話があってですね、で、まあベンチャーみたいなのはですね、来年どうなるかわからないみたいなリスクがありますが、IT っていうんですかね、テクノロジー的には、両天秤にかける必要はあるのかなと、まあ、ベンチャーとかこういったところに行けばですね、どんどん最新の技術を吸収していけるっていうんですかね、いけるんで、まあ、どっちっていうのはやっぱ自分の中で消化する必要があるのかなと思います。で、最初にこうかなりお金のことを言ったんですが、まあ、お金だけではなくてですね、なんか世の中にないプロダクトを作るのってやっぱ、楽しいよねっていう感じですかね。まあ、エンジニアとかクリエイターとか、まあ、そんなこうものづくり的な観点からもですね、やっぱり楽しいわけですよね。で、でかなりこうチャレンジングなところだと思うんで、まあ、自分自身をですね成長させたいとかいう人はですね、どんどんチャレンジしていくべきかなと思います。そうですね、私はこう妻もいてこうこの業界に飛び込んでですね、今の CEO はですね子供2人いるのに飛び込んでるわけですね。で、若い人はですねそのリスクがないと思うので、何ですかね、ちょっとこう自分の将来について考えた時にはですね、こういったこう選択肢もあるっていうことを、まあ、頭の片隅にあればなと思います。で、最後の、最後のあれですけど Why スタートアップっていう答えは多分、Because it's just fun だと思うんですよね。今やってることが楽しいし、それがこういい結果でこう人生をこう人生までこう楽しくなるみたいな、そんなものが、私のこうなんですかね、やってる理由ですかね。で、以上です。ご清聴ありがとうございました。